おはようございます。今、河原町のスーパーホテルにいまして、今回は運よく最上階の部屋に当たったので、街並みを見渡すことができます。奥にはシンボルタワーも見えます。それでは、そろそろ出発します。バスで高松駅までやってきました。今回は高徳線を走る特急うずしお号に乗りまして、徳島へ向かい、徳島城跡を見学します。 JR 四国の最新型特急気動車2700系です。それでは乗車します。車内はこのような感じで清潔感があり、とてもいいです。車内上部赤枠の表示の案内ですが、JR 四国の特急では一つの号車に自由席と指定席があるものがありますので注意が必要です。その見分け方が座席のヘッドカバーでして、自由席には白、指定席には色付きのカバーに指定席と書いてあります。座席は2プラス2の配列で、ベースは2600系や8600系の感じです。ただし少し違っているのはヘッド部分の可動式枕がなくなっているところです。座席の間隔も広く十分に足を伸ばせますし、大型の背面テーブルやドリンクホルダーやコンセントも付いているので、普通車の座席としては12分の仕様です。ドア上の案内表示も LED でとても見やすいです。トイレも綺麗で誰でも安心して使えます。高松発車後、まず止まったのは栗林。そしてこの2700系の加速力、凄まじいです。エンジンの音がだんだん上がっていくのも旅心をくすぐられます。ここから先は志度まで、琴電志度線とほぼ並走しながら走ります。指導を過ぎまして、この辺りでは田畑が多く見られます。香川県は降水量が少ないことで有名ですが、その対策として県内に多くのため池があります。映像には映っていませんが、この沿線にも多くのため池があります。こちらは運転台ですが、かなりシンプルな構造です。自動車なのでもう少し複雑だと思っていました。徳島県に入りまして、まもなく板野に到着です。この辺り、香川県と徳島県の県境には讃岐山脈がありまして、高さ800メートルほどの険しい山が連なっています。今渡っているのは高知県と徳島県を結ぶ一級河川吉野川です。大雨が降るとすぐに氾濫をし、水害を起こすことから、利根川、筑後川と並び、日本三大暴れ川の一つとなっており、四国三郎という異名を持っています。川を越えまして、まもなく終点の徳島です。徳島に到着しました。日本で唯一電車が走っていない県なので、どこを見渡しても河川がありません。パッと見ではそこまで違和感はありませんが、よく見ると線路の上がすっきりしています。2700系には中間車がありませんので、すべてこんな感じです。駅前にやってきました。ここにはデパートもあります。駅構内と裏腹に駅舎はものすごくターミナル感を醸し出しています。それではここから徳島城跡に向かいます。バスに乗って徳島中央公園にやってきました。この公園は駅の裏にあるので乗る必要はなかったですけども。こちらが公園内にある徳島城博物館です。ここで徳島城について軽く紹介します。徳島城は天正13年に
豊臣秀吉から阿波の国を与えられた葛飾正勝の子家政が秀吉の命によって築城されました。葛飾氏はもともと豊臣氏の家臣でしたが、関ヶ原の戦いでは徳川側で出陣し、大阪夏の陣でも戦功を挙げ淡路の国を与えられました。そして徳島藩は江戸時代を通して25万7千石という石高になり、淡路両国の城主として明治に至るまでの290年間を治めました。時代は明治へとなり、政府は廃城令を発布しました。よって徳島城の和紙の門を除いた城内すべての建築物を撤去することとなりました。当時の政府は城を文化財としては考えていなかったので、陸軍の用地として利用価値がなければすべて撤去されていたのでした。その後、城跡となったこの地は明治39年に徳島公園、現在の徳島中央公園として一般公開がなされました。それでは廃城令で唯一撤去されなかった和紙の門はどうなったのでしょうか。時は昭和20年、太平洋戦争末期の日本は本土空襲の真っ只中でした。マリアナ諸島のグアム、サイパン、テニアンの3島4基地からアメリカ陸軍航空軍第21航空軍所属の B-29501機が硫黄島を経由し、日本の都市を攻撃しました。徳島もこれにより徳島大空襲を含めた7回の空襲を受けました。そして公園内にあったほとんどの建物と和紙の門は焼失してしまいました。しかし昭和63年に徳島市出身の吉井鶴江氏によって復元が開始され、平成元年徳島市市政100年を記念し寄贈され、2代目和紙の門として現在に至ります。この城にも庭園がありまして、旧徳島城表御殿庭園といい、昭和16年に国の名勝に指定されました。藩主葛飾公の居間や表書院の庭として作られました。ここには2種類の庭があり、今写真に写っているのは枯山水庭です。もう一つ築山潜水庭があります。この庭園のような様式を桃山様式というそうです。帰りは公園に隣接している高架橋を渡り、次に乗る列車の発車10分前に駅に戻り、なんとか乗り込みました。このようにしてみますと、改めて徳島県には電車が走っていないというのを感じました。最後に少し挨拶をさせていただきます。先ほどバスに乗る必要がなかったという点ですが、このことについて教えてくださったのは博物館のボランティアの方でした。そして15分ほどで館内と庭園の案内をしていただき、この高架橋まで暑い中見送ってくださいました。ここで改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。